いっそ私が直接手を下そうかしら。この魔王を倒した聖剣で。へえ、じゃあ俺と勝負する。誰？王様、お下がりください。黒い戦士参上。幾重にも結界が張ってあったはずだけど、どうやって忍び込んだのかしら。結界？ああ、あの雑なやつか。適当に破っといた。どうやらあなたが噂の黒い戦士というわけね。よくも私の邪魔をしてくれたわね。その報いを受けなさい。三連魔法陣。そのまま溺れてしまいなさい。八つ咲きにおなり。遠征早っ。ならば炭になるまで燃やし尽くしてあげるわ。たあいもないわね、黒い戦士とやらも。あんた剣のみならず多属性なんだね、裏山。あれだけの攻撃を受けて平気でいるなんて、この男一体何者なの。今のは何？瞬時に不正だけど気配しか感じなかった。防がれちゃったか。ちょっと本気出すか。膨大な魔力なの。こちらの魔力が尽きてしまう。魔王でした、こんな力はなかった。魔力が尽きる。待てよ、私にはこの剣がある。さあ、お仕置きの時間だ。何よこれ。何なのよこれは。こんなもの。無理に取ろうとすると首が落ちるぞ。おのれ、かような屈辱を与え私をどうしようというのですか。お前が何を企んでいようと、どうなろうと、俺にはぶっちゃけどうでもいい。要求はただ一つ。ゴルドゼンフィス辺境伯、およびその家族、さらに領内には今後一切手を出すな。俺がお前を許さない限り、その首輪は一生外れない。さっきの要求を破ったらどうなるか、わかるよな。早く！話は終わりだ。じゃあ。これでは奴隷のようではないですか。